さあ、今回は系譜使うんですけど、このクーラーにですね、リミテッドマルチ食わせて、突上げしていこうと思います。この間というか、今も来てんのかな？まあ、この動画上がってる頃にはもしかしたらもう終わってるかもですけど、あれが来てるんですよね、あれが。はい、7突になりました。これリミットブレイクガシャ来てるんで、リミテッドマルチね、何かしらに使わないといけないんで、てかまだ使わないといけないんで、もう追加で、もうちょっと。なんで、まあそうですね。はい、振ったって感じですね。振るキャラいなかったというか、まあ、クーラーがやっぱ一番安定だよね、使うんだったら。あとこれも回収してなかったしね。はい、そんな感じで7突になったんで、もうめちゃめちゃ強いですよ、このクーラー。悪の系譜で使っていこうと思います。さあよろしくお願いします。相手は、村村村の村染めということで、まあ、初手はこれでいいかな。うまく捕まえれれば相当入ると思いますよ。あ、ブロリーいんのか。ブロリーはちょっとだるいですけど、まあ頑張りましょう。ということで、シャーロット・ホームズさんよろしくお願いします。7突の極ベジぐらいだったら、もう瞬殺できそうなんでね。いや、マジで神谷に魂かけて、クーラで。クーラで神谷に魂かけて。はい、釣れました。お前、それは神谷というよりお前が下手。5桁、動きが。いや、強すぎる。ちょっと欲張っていいっすか、ここ。あー、さすがにか。でも外して、今入ってたら死んでたけどね。相手リスキーだけどね、それ。復活アンチあんな、そいつ。必死に殴ってくんな。必死だな。さっき？さあ、ブロ出してくるかな。弾回収したいんで撃ったんですけど、出してくる。アマキャン。いや、打撃キャン打撃して。あー、いいよいいよいいよ。いって まあ、とりあえず角換取って、はい、かぶせまーす。うますぎんか、私。はい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 、落とせんかな、これ。無理、持ってけ。7突刺した。クーラー、いけ。ちょい無理か。おいおいおい、ブッパやめてよ。見てから撃って。見てねえだろお前。はい、かぶせまーす。見てから撃ってくれん、この人たち。さすがにやろうとせんか。紫染めだからな。これはちょっと2カウント稼がないとなんで、メイン切ります。お前は何ですか。はい、かぶせまーす。え、お前さ、本当にさ、お祈りしてくんなよ。OK。まだ泥足2段階かな。あぶね。なんかクイックになったんだけど。はい、絶対入れ込んでます。ちょっとちょっとちょっと。いや、それ効かないんだよね。相手気づいてない。あ、落ちてるか、普通に。ヒーターズがゴミすぎ。一旦クッション出しとこう、OK。跳ねたら出しますよ。そりゃ。とりあえず打撃キャン振っときましょう。はい、釣れました。アーツの見分けできないみたいですね。はい。こんなものか。さあ、破壊していきましょう。劇場パーティーですね。オッケー。さあ、捕まえたいな。これ、もらいます。もらうっていうか、噛み合ったわ。はい、残念。死亡です。死んでください。レジェンズ引退してください。ブッパやめてください。君のブッパでこうなりましたよ。跳ねようか。さあ、どうしてくるかな。勝てなくなった相手はどんな動きをするか興味深いですよね。うざ。
まあ打撃だけなんで、フリーズ出しておきましょう。なんで射撃引いてんねん。あ、そうか。打撃なん、なんでもない。まあまあ、なんでもないっす。別にいいよ、もうどうでも。負けようがないもん。外人読みぐらいかな、だるいことは。おいおい、メイン切ってくるとかあるか、もしかして。150。何してん、何してんの、お前は。ウォーミングアップはこれぐらいにしようかな。はい、確定反撃でーす。はい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 。メイン切ろうか、さすがに怖いわこいつ。いや、入れ込みだろうな。入れ込みじゃないか。クソ、お前さ、お前らさ、それでしかコンボ取れないの。はい、打撃だけで最低。何射撃持ってんだ。1枚分に引いたのか。はい、残念。文句言わせねえからな、お前のそのクソプレイだからな、お前の。ほら、文句は言わせませんよ。さあ、かぶしたいな。まあ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 。うん、どうした？おいおいおい、こんなことすんのやめてくれ。はい、残念。平気でヤバいことするからそうなんだよ、マジで。はい、入れ込みいきますよね。もうどうしようもなくなったら入れ込み。さあ、腕めり込んでます、フリーザ先輩。え、水、お前意味がわかんねえよ。打撃ないの？あるのになんで必殺かぶしてくんの？オッケー、出たよ、お前。相当やばい系譜使いだ、こいつ。まだやってたのか、最近当たんなかったけど、PVP で。まだやレジェンズやってたんだ、お前。ムキムキネズミ。お前。これ、クーラーでクイックアーツしてきそうだな。どうしよう。やばいやつの使うクーラー最強なんでね。恐れ知らずなんで。待って待って待って、クイック行きたかった、下がって。パラパン射撃でいいや。見ずに中距離来そうなんで跳ねます。マジで確定反撃ですよ、それ。ありがとうございます。確定反撃もらいまして、まあ、テレキネ使っちゃうか。もうさっさとライジングためよう。はい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 。体力少ないキャラでカバチェンキャンセルって全然強くない気がするんですけど。こいつぶっ破してくるんだよな。気をつけて。まあ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 、いいや。帰ってきたら出しましょう。それは嫌だ。さあ、捕まえてえな。おお、冷静。キャラチェン面潰して。はいはい、残念。誰落とそうかな。まあ、いいか、こいつで。行きましょう。まあまあまあ、結局切らしてないんで、まあ全然いいでしょう。オッケー。国スペ行っちゃっていいっすかー。これまださ、縛り使ってないよね。国スペ行きましょう。自分国スペ行きまーす。ふぃー。あれ使った？
対寄付よ。使ってたのかな、まあ、いいや、わかんねえ。表示出なかったっていうか見逃したのかな、まあ、いいや。怖い、怒ってますね。大丈夫ですか、確定反撃ですよ。最速回避は突破してくるよね。やっぱ癖を知ってるの大事だな、やべえやつの。やばすぎてお前、ほらお前さ、ナチュラルに中距離飛んでくんな。お前入るわけなくねえか、今の盤面今の盤面の中距離は意味わからんすぎ。さあせっかくなんで LF 行きましょうか。でも根はいい人なんだよね、この人。グッドゲームくれるから毎回。なんか俺の持論というか、プレイやばいやつって心が綺麗な人が多いんだよね。プレイやばい人大体なんか、うん、ミラティブ配信とか見に行ってもなんかめっちゃいい人、喋り方とか。それね、タツハーバード大学で研究結果出てるんで、多分この人いい人なんだよね。でもプレイは嫌だけど。ということで、マルチ使ったクーラでした。終わります。